鹿児島市の平川動物公園では、今年の虎から来年のうさぎへ、干支の交代式が行われました。交代式には、今年の干支虎の代表で、平川動物公園で飼育するホワイトタイガーのマスコット、ホワイティと、来年の干支のうさぎ代表で、飼いうさぎが参加しました。園では毎年この時期、干支を引き継ぐ交代式を行っていますが、新型コロナの影響で式を公開するのは今回が3年ぶりで、来園者が見守る中、ホワイティからウサギの飼育員に引き継ぎ書が手渡されました。ウサギのようにぴょんぴょんぴょんと飛躍できるような1年にしていきたいと思います。楽しかったし、可愛かったです。友達を上手に作ることです。勉強してテストの点数が上がりたい。平川動物公園は明日から来年1月1日まで休園しますが、2日からは干支のうさぎに関する展示を行う予定です。